ソリンしてるやつが起きた。もうあれなんで掘ってるの？なんでですか？なんで掘るのかな？もはやね。こいつマジやばい。やる気ねえな。本当に。人間みたいな大きさしますね。ピクみたいな。授業中にたまになるよ。こう熱で、こうみたいな。やべえ。やばいよ。でも寝てるよね。目つぶってるもんね。つぶってますね。松崎君これ叩き起こした方がいいんじゃないの？ヘビとか入ってきたら途端にみんな活動的になるはずだよね。そうですね。旭山動物園ってさ、虎のゾーンと鹿のゾーンがある。